の方から簡単ではございますが、それぞれのヒーローをご紹介させていただきましょう。まずはステージ左手、シューファイターがどんだけコミカルな動きをしてもヒーローとしての立ち位置を守り続けるかっこいい大阪のアスカイザーご紹介させていただきます。アスカイザー参上ということでね、かっこいい、かっこいい、めちゃめちゃかっこいいですね。いつ何時でも写真を撮り放題というぐらいのポーズが決まっていますが、アスカイザーですけれども、名前の通り、こちらどうぞ。大阪のアスカからやってきたヒーローです。ほう、関西ってね、アスカというと奈良県じゃないのと思われたお友達も多いと思うんですが、実は大阪にもアスカと呼ばれている地域があります。大阪の南部にある羽曳野市と大子町がそのアスカと呼ばれる地域になるんですね。アスカは聖徳太子のお墓や古墳など、古代のロマンにあふれ、大阪とは思えないほどの豊かな自然に囲まれた土地です。アスカイザーは大阪のアスカを皆さんに知ってもらうための活動を日々行っています。すごいかっこいいアスカイザーの名前をまずは覚えて、あれ、アスカイザーってどこから来たっけ、どこから来たか覚えてますか。アスカ、大阪のアスカそうね、今アスカって言ってしまうと、奈良じゃないのみたいな話になってしまうので、大阪のアスカ、そうなんですよ、大阪から来たかっこいいアスカイザーを覚えていただいて、大阪にもアスカという自然豊かな素敵な場所があるんだよということを皆さんに伝えるために頑張ってるんです。頑張ってる思ってるから大丈夫ですよ。アスカイザー OK です。優しいですね、大自然にね育まれて、大きな心で、戦っています。アスカイザー大阪からやってきてくれています。さあ、かっこいいアスカイザーはもう本当にどんだけいじっても、コミカルにならないところがヒーローイズヒーローという感じですけどもね。はい、ちょっと私も足を開きながらやりたくなりますが、さあ、そして3組のヒーローが登場しています。続いてはラジモイちゃん大好きな海星の方に移動しましょう。海星が移動した。どけどけ俺の場所、じゃあ、真ん中に、はい、すいません。さあ、大人気そして大爆笑、海星の方が、なぜ嘘でしょ。ほら、止まらない。あれ、本当ですか。まっすぐ戦う、俺はヒーロー、しかしながら起きるのは笑いというね。違う、ちょっと肩がね揺れてますけど、そんな海星は和歌山からやってきてくれましたよ。時空機動隊とは、子供たちに住みよい地球環境をできるだけ残したい、そんな気持ちから多くの方々の協力のもと生まれた時空機動隊海星でございます。最近ですね、あの自然が少なくなったなとか、こう行政があるななんて目に見えないところで環境が破壊されていっているという、さまざまな気候変動に備えて、このままじゃダメだよ、みんな気をつけて、笑った後にもう一度考えてという、笑わしてるわけじゃないそうなんですけどもね。そんな大切なメッセージを伝えるために活動しているのが時空機動隊海星です。西暦2200年の未来に起こるかもしれない環境問題、この問題が意外な形で現状に降りかかってくる、そんなストーリー展開を待っている海星、ステージショーの方もですね、非常に見応えがあるということでね、お顔も見応えがあるということで、ぜひぜひ覚えて応援していただきたい。イエローも気になる海星なんかですけどもね。ちょいちょい喋るねんな。え、そうなんですか。ちょいちょい喋って。なんて言ってました。遠いねんな、和歌山までとか。それ大丈夫、ステージで言っていい範囲。何言ってるか分かんないとかの子みたいな、でも本当は言ってた、言ってた。あ、ちなみにケイちゃんもね、あのこの間和歌山行ってきたんですけど、やっぱりちょっと遠いですよね。でも
はるばる行くだけのこう魅力があるのが和歌山。自然もあるし、海も綺麗し、お魚も美味しいし、みかんも美味しいし、みかんも美味しい。やんな、みかんやんな、はい、そこ。え、みかんと、海星ということでね、和歌山覚えていただければと思います。これで皆さんのね、和歌山への距離がね、少しでも近くなったらね、海星嬉しいなという感じです。笑われるだけじゃ海星寂しいなという感じなのでね、応援してあげてください。さあ、そして続きまして、ニューヒーローがなんと3人勢ぞろいで登場してくれました。さあ、ではでは、この辺りに横に立ちましょうかね。アスカイザーの前に立っちゃって大丈夫かな。失礼いたします、アスカイザー。さあ、ポップカルチャーフェスティバル佐渡鉄人広場のオープニングも飾ってくれたこのイベントがデビューのケミドル戦隊シューファイター。シューファイターノワソン、シューファイター、シューファイター、そう、シューファイター、ちょっとかっこよく言ってあげたいとね。まだデビューしたばっかりなので。うちな、ブルーお気に入りやからえ、ちなみにラジマちゃん、ブルーのどのあたりがお気に入りなんですか？昨日見てんな、はい、なんかコミカル、ケミカル、ケミカルシューズ工業組合員承認のコミカルな、ビーソンブルーです。ちょっとはしょりすぎたね。コミカル、ケミカル、ケミカル、コミカル、正しいですけどもね。はい、そうですね、ブルーがお気に入りということですけども、レッドがいいんやでって言ってるのかな。はい、そこ合わないから気をつけてくださいね。あなたの応援すべて届いていますよ。さあ、改めてケミカル戦隊シューファイターもご紹介しましょう。阪神淡路大震災で大きな打撃を受けた神戸市長田区、鉄人の立つ町、この長田区の靴製造業を応援するケミカル戦隊シューファイター、昨日見ても応援するお友達が来ていますね。今回のお披露目ステージでは各地から集まったご当地ヒーロー約30団体に見守られて活躍を続けている、本当にデビューほやほやのシューファイターです皆様も靴を両手にシューズチェンジということなんですが、さあ、レッド、ブルー、イエロー、それぞれ何やらお顔の横に靴がついているんですよね。そう、イエロー、ヒール刺さってるしね刺さってないの、刺さってないの、ギリギリのところにおるから大丈夫なんです。まずはですね、ではラジモエちゃんがお気に入りのブルーから。ブルーの名前は B さんブルーと言います。はい、ブルー B さん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 ブルーということで覚えていただきましょう。B さんブルーは、ケミカルでありコミカルであるというところで、ビーチサンダルのようなそのカジュアルな砂海岸とこのような夏のような天気が大好きという非常に陽気なヒーローでございます。戦ってる間もね、ちょっとサボったりするところもね、ぜひチェックしてほしいと思います。ちゃんと戦えようとね。はい、さあ、ちゃんと戦えようとブルーに諭しているのはシューファイターのリーダーでもあります、名前をビジネスレッドと申します。はい、そうです、そうですさあ、ビジネスレッドは皆さんの家族を守るお父さんと同じビジネスシューズを履き、日々みんなのために戦っています。そしてなんと悪とも戦う非常に忙しい、みんなのお父さんと同じぐらい忙しい、そんなヒーローでございます。もうね、このイエローとブルーへの愛情とともに皆さんのことをすごく優しく思っていて、焼肉が大好きというね、はい、キャラクターとなっていますよ。ビジネスレッド、皆さん応援してあげてください。イエイイエイ、ビジネスレッド、ビジネスレッド、ビジネスレッド。さあ、そしてこのヒーローの PR ショー、こう一点女の子が登場ですよ。さあ、やってきました。ヒールが突き刺さってるとラジモエちゃんが言いましたけども刺さってないですただね、ヒールと言った
ったのあるらしいですね、うん、お名前をしっかりお伝えすると、うん、ヒールイエローと申します。この腰の動きすごい腰の動きどうですか、この腰の動き迷うべきことがたくさんありますけども、ヒールイエローはですね、女の子はヒーローであってもおしゃれを忘れない、そんな可愛らしいキャラクターになっています。戦いの最中もね、やっぱりちょっとセクシーな動きがね入るところとか、パンチした後とかやられた時のイヤンっていう感じとかもね、ぜひぜひチェックしていただいて、あ、もうレッドとブルーは大体同じ動きなのでね、イエローのあたりをチェックしてもらうのもいいかもしれないですね。さあ、ボークブルーって、ね、大丈夫、ラジモエちゃんがずっと見てますからね。さあ、ではアスカイザーにももう少し前の方に出てきてもらいましょう。めっちゃかっこよかったね、ずっとアスカイザーね、まあ、ったここ部活やとしたら部長さんですよね。しっかり身を持ってトラブルがあったら俺が謝りに行くからみたいな。はい、まあね、アスカイザーがこうやっていることによってさまざまなヒーローがキャラクターを存分に発揮してこのポップカルチャーフェスティバルを盛り上げてくれているということに、そうだね、はい、なっています。さあ、紹介してきました、アスカイザーと、そして時空機動隊カイセイ、そしてケミカル戦隊シューファイターステージで立っている姿を写真に撮るのももちろんかっこいいんですけれども、やっぱりみんなと一緒にお写真を撮ったり握手したりね、触れ合う時間も設けたら楽しいんじゃないかなと思います。ヒーローとお写真撮りたい人、はーいはーい、たくさんのお友達がねヒーローとお写真撮りたいと思っていますので、こちらのステージに登場してくれたヒーローの皆さんにはこの後、鉄人広場のお客様の近くの方まで進んでいただきまして、ね、ぜひとも素敵なお写真や思い出作りに、皆さん参加していただきたいと思います。ではステージから客席に向かうので、今一度私の方からヒーローをご紹介させていただきましょう。ステージ上でどれだけドタバタ他のヒーローがはしゃいでいてもヒーローたるものはヒーローである、その姿勢を守る大阪からやってきたかっこいいヒーローといえばアスカイザー。アスカイザー、イエイイエイ、マジかっこいいな。アスカイザーやばいな。アスカイザーやばいな。アスカイザーの方が好き。あ、もう浮気やな。ブルー2番目になってしまいましたけども、さあ、そして登場するだけで平和な笑いを巻き起こすちょっと遠い和歌山県からエッチラオッチラやってきたみかんに負けない和歌山のヒーロー、時空機動隊カイセイ。カイセイ、イエイイエイ、かっこいいね。さっきのロボットやヒーローです。彼はヒーローです。さあ、そして最後にご紹介しましょう。ラジモエちゃんがブルーが好きと言ったけど、今やブルーはアスカイザーの次に好きなヒーローとなってしまいましたけどもね、そんな状況にも心を折れずに頑張っていただきましょう。ポップカルチャーフェスティバルサードでデビューいたしました神戸初ケミカル戦隊シューファイター。シューファイター、イエイ、かっこいいですね。さあ、それではヒーローの皆さんにはこれから客席の方に移動してもらいます。ぜひとも遠くで応援するだけではなく、近くに来たヒーローと一緒にお写真を撮ったり握手をしたり触れ合いを楽しんでください。それではヒーローが移動しますので、皆さん大きな拍手でお送りください。はい、ありがとうございます。どこ行くんだ。あ、もう行ってる。階段からでもね、はい、降りれますよ。あ、さあ、ブルーもイエローもレッドも移動してもらいましょう。みんな来たよ。さあ、また客席の方にもね移動してくるので大丈夫ですよ。カイセイ、なんか取り残されたよ。カイセイ、カイセイ、カイセイ、一回ちょっとじゃあ後ろに行きますね。
この後ですね、また客席の方、皆さんの方にも、アスカイザーやカイセイ、そしてシューファイター登場しますので、近くに来たら覚えたばかりの方も、よく知っている方も、ぜひともまずはお名前から呼んであげてください。赤くてかっこいい、これぞヒーローは大阪のアスカからやってきたアスカイザー、そして隠しきれない面白さ、ちょっと遠い和歌山からみかんに負けない有名人としてやってきたのは時空機動隊カイセイ、そしてこの新永田、永田の靴工業を支えて頑張るヒーロー、昨日デビューしたばかりのケミカル戦隊シューファイター。はい、彼らがですね、まもなく客席の方をゆっくりと歩きながらみんなと一緒にお写真を撮ったり楽しい時間を作ってくれます。お楽しみにお待ちください。さあ、鉄人広場でみんなと写真撮ったり大活躍してくれるヒーローなんですけれども、登場するや否や笑いを生んだ和歌山の有名人時空機動隊カイセイなんですけれども、めっちゃかっこいいヒーローショーもしてはるんですよ今日。はい、今日昨日もね、大活躍だったんですけども、カイセイは本日15時30分お昼の3時半から4時までの間、地域人材支援センター3階の講堂にて、カイセイが大活躍のヒーローショーをお届けする予定となっています。カイセイが盛り上げた、カイセイ出てきましたね、カイセイ見たな、はい、そして海星の後ろにはシューファイターも続いています。おーいですね。さあ、海星に続いて登場したシューファイターも実は地域人材支援センター3階の講堂、こちらのステージ海星の後に登場する予定です。夕方の4時から4時30分までは、昨日のオープニングステージ見逃した方やもう一度見たいという方に嬉しいケミカル戦隊シューファイターのショーが地域人材支援センター3階の講堂で行われます。ぜひともですね、こちらでお写真を撮った後大活躍するヒーローに声援を送りに地域人材支援センターの方にも足をお運びください。あ、落とし物の連絡を忘れてました。自分のものみたいにそうだそうだ。はい、お子様のお帽子の落とし物です。スマイルというアプリケの入ったお帽子、お心当たりのある方いらっしゃいませんか？デニム地かな、とっても可愛らしいお子様のお帽子です。今日ね、かなり暑くなっています。お帽子かぶってきたお友達多いと思います。あれあれ、僕のお帽子、私の帽子がないよというお友達はいませんか？そしてお父様、お母様、お子様のお帽子、ちゃんと頭に乗っていますか？スマイルという可愛らしいカラフルなアプリケが入ったお帽子がお年物として届いております。お心当たりのある方はですね、とりあえず、ステージの空いた、ステージ右手の、テントの方にお預かりさせていただきますので、お心当たりのある方はそちらの方までお問い合わせください。さて、鉄人広場、現在ヒーローがお友達と触れ合う楽しい時間を、過ごしていますけれども、それ以外に何やら鉄人28号の足元がにぎわっていますが。そうなんですね。なじまいちゃん、今何のイベントやってるか知ってます？いい匂いのやつ。匂いのやつ、確かにそうですね、神戸カレーサミットがただいま鉄人広場では開催されています。まだね、まだ列が途絶えてないんですよ。おうおうおう。はい、今回はこの鉄人広場にカレーの名店がなんとずらりと15店舗、15店舗はい、軒を連ねていまして、どれが美味しいの、どれが美味しいのここで言ったらね、みんなあのカレー温めてる人が14店舗の人がなんか悲しい気持ちになりますからね。まずはですね、本部テント受付の方でワンプレート500円、ワンコイン、ね、はい、お支払いいただきますと、大きな丸いお皿にご飯だけよそって渡してくれます。お皿の周りには4つおかずを入れるような仕切りがありまして、15店舗の中から気になるカレーを4種類食べ比べすることができるという嬉しいイベントになっています。カレーってね、
なんかいろいろ試してみたいけど、うん、お腹いっぱいになっちゃうから、ね、一気にいろいろ食べれないじゃないですか。そう？え、そう。ケイちゃんとうちで8種類食べれるんで。あ、今回はね、カレーサミットは4種類ずつ選んだら、そうそう、8種類食べれるんですけど、普段の一気にお昼ご飯で8種類とか4種類とか食べれないじゃないですか。そうだね。なので、今日はカレーの名店が、まずはうちのお店の味を知ってほしいというお店の中でも自慢の一品のカレーを、一品のカレーを、はい、ずらりと持ってきてくれています。ちなみにラジモイちゃんはどんなカレーが好きですか？え、まあこの間ちょっと番組で話したんですけど、番組で話したんやけど、はい、でも玉ねぎどこも入ってそうやったからさ、ラジモイちゃんちょっと玉ねぎ苦手なんですよね、固形が残ってたらね、あじっくり煮込んで溶けた場合は大丈夫？うん、大丈夫。そしたらですね、チキンカレー専門店 Two of Us さんのカレーとかどうですかね？ Two of Us さん？カツカレー入ってんの？はい、ね、ここは違うんですよ、チキンカレーなのであ、そっか、チキンカレーカツカレーの話この後してあげるね。チキンカレー専門店 Two of Us さんは、お店で一番定番のトロピカリというチキンカレーを本日は持ってきてくれています。玉ねぎをじっくり炒めて、うん、炒めてなくなるまで煮込んだ。だってね、手羽元と鶏肉のネックの部分のお肉がほろほろになるまで煮込んだカレーということは、玉ねぎはもうとろとろということです。食べたい。どこやろうな。ステージに一番近い、客席の右手の、あ、はい、あちらで手振ってくれてますね。あちらになります。そしてカツとね、まさかの全然関係ないコメントが飛び出しましたけども、実はね、カツにちなんだお店も1店舗出てるんですよ。どこ？ヤバカツ亭というお店なんですけども、ヤバカツ亭、はい、今度はね、客席の左手の真ん中あたりかな、うん、ヤバカツ亭、看板がちょっと下にずれているところへんですかね。落ちたね、あれ。今回ね、カレー専門店15店舗とお伝えしたんですが、うん、ヤバカツ亭さんのみ、実はカレー店ではないですね、なんで？あのね、ヤバカツ亭さんは串カツとトンカツのお店だそうで、うん、そのお店の中でも、一番人気といって過言ではないのがカツカレーなんですって。で、これね、お店でカツカレーを頼んでいただいたら、カレーのルーはね、おかわり自由なんだって。最初の運は私の話を聞いていなかったっていうことですよね。あ、なんかケイちゃん喋っとうから、うん、お腹すいたんや。おかわりステージに2人でいるっていうことは、投げたボールを5回に1回ぐらいは拾ってもらうのが役割やからね。私が？そうや。拾うん？あ、いいです、大丈夫です。さあ、そんなヤバカツ亭さんの、本日持ってきてくれたカレーはですね、お店の人気メニューカツカレーのルーを持ってきてくれたんですが、カツに合うように仕上げられたルーは、カレーカレーというよりかはデミグラスっぽく、ちょっとね、赤茶っぽく仕上げてあって、洋食屋さんを思わせる、そんなルーになっています。カツカレーなんで、カツないの？あ、カツはね、別で持ってきてくれてはるんですよ。あ、そうなんですか。はい、で、なんかカツも欲しい方、別料金になるんですけれども、カツも頼んでいただくことができます。はい、4種類選ぶうちの1つね、その洋食屋さんの味のようなカレーを楽しんでみるのも良いかもしれないですね、はい。さあ、そしてまだまだありますよ。神戸マヤさんカレー、15種類のうち2つ説明したので、あ、13ございますよ。神戸マヤさんカレー、マヤさんカレー、はい、マヤさん、ケイちゃんも大好きなんですけれども、めっちゃ頑張って登山しなくてもね、割と小さい山なので、そしてケーブルもあるのでね、登って大自然を味わうことができる、そんな気持ちのいいマヤさんを感じるような、たっぷりの野菜と果物、そしてイノブタをじっくりとことこと煮込み、うちイノシシロシやねんやん。あー、食べられてんだよ。バンバン食べられてゴンゴン煮込まれてるわ。イノシシとイノブタって違うやんな。イノシシとブタを掛け合わせた品種でイノブタってあるんですよ。美味しいんですよ。美味しいの、うん、
あの作ってはる人がいるからえとか言わへんのですよ。はい、そんなイノブタラジモイちゃんがまだ経験したことない美味しいイノブタをじっくりコトコト煮込んで隠し味もね今回教えてくれました。お沢の鶴の酒粕とコーヒーを隠し味に忍ばせているそうです。そうなんだそうなんだ、気になるもんだ気になるもんだ、はい、酒粕酒粕、うん、お酒作った時の酒粕、粕汁作ったりする時に使うやつ。あ、おからみたいな。そうですそうですそうです、うん、正解。はい、そんな神戸マヤさんカレーも楽しみください、はい、そしてもう一店舗カリーダイニングオニオンズ、オニオンズ、こちらはね明石からやってきてくれたんですが、うん、明石で唯一のチキンカレーの専門店さんが出店されています。オニオンズさんは自家製のカレー粉とガラムマサラ、たっぷりの淡路産の玉ねぎと国産の鶏を使用したもう専門店ならでは、お家でどれだけ頑張っても出すことはできないチキンカレー。美味しそう。はい、明石から出店してくれています。君は多分何を紹介しても美味しそうって言うと思いますけどね。みんなそう思いながら4店舗選んでくれるからね、頑張って4店舗後で選んでいただきましょう。さあどんどん紹介しますよ。インド料理のスルオダヤさんからは、スルオダヤさん、はい、本日持ってきたカレーはチャナマサラというカレーになります。チャナマサラ、うん、ね、今日はねあの仮面ライダーショーもあったりヒーローも登場するということで、うんうん、小さなお友達お子さんも多いということなので、うん、子供でも安心してそして美味しく食べられる野菜とインドスパイスをじっくり煮込んだひよこ豆のカレーをスルオダヤさんが持ってきてくれてます。ひよこ豆知ってますか？給食に出てきたことある。お、ケイちゃんの時代は出てきませんでした。割とね大きめのお豆さんでホクホクとしてね、そうそうそう、なんかホロホロしてる栗を思わすようなとか、こう割と食べ応えがあって優しい感じのお豆さんを使ったひよこ豆のカレー、ラジマイちゃんの給食には出てきたんだよ。さあ続きましてマンドリルカレー。マンドリル、はい、マンドリルカレーはね結構若いオーナーさんなんですけども、うん、インドを旅した時にブッダガヤという場所の、うん、レストランでカレーをじっくりと研究した本格的な、カレーでございます。で今回の中でもひときわ他の人がここのカレーを食べてるとそれどこのやろうと気になると思うのは、見た目がね白っぽいカレーなんです。あそこの、そうなんです。なんで白っぽいかというと、うん、あのココナッツミルクを使ったクリーミーなカレーとなっていて、優しい甘みのあるカレー、具は野菜とチキンが入っているそうです。なんかね4色全部茶色になるとなんかなと思う場合にはマンドリルカレーのちょっと白っぽいカレーを混ぜてみるのも良いかもしれないですね。さあ続きましてダイニング岡野さんのカレーを紹介しましょう。ダイニング岡野さんはインドのお店というよりもお母さんが作るインドの家庭のカレーを作ってくださってます。インドの家庭のカレーは素材とスパイスを生かしたとってもシンプルなカレーだそうです。あの割と凝ったカレーも多い中でね、そのインドのママーンが作るカレーをね食べてみるのも良い機会かもしれないですかね。ラジマイちゃんのママーンのカレーもね、ケイちゃんはぜひ食べてみたいんですけど、あまりにラジオでね、お母さんのカレーボトッとしてるしなみたいに、もう切なくて切なくて、全部ケイちゃんが食べに行こうかなと思いましたけども、今日はね、ラジマイちゃんのママーンのカレーではなくて、インドのママーンのカレーね、ダイニング岡野さんのところで食べれますよ。さあ、まだまだあります。カリーボロウィッツ、ポロビッツさん、ポロビッツさん、はい、ポロビッツさん、国産の牛すじ肉を使用したオリジナルのビーフカリーとなっています。今回割とチキンカレーが多いんですけれども、ポロビッツさんは国産の牛すじ肉を使用したビーフカレーです。ビーフカレー、はい、神戸で一番古いスパイス屋さんビニワレという老舗のスパイス屋さんのスパイスをふんだんに使用した、そのあたりの味わいも楽しめるカレーとなっています。さあそして、新永田からはコミュニティカフェワイナの森、このコミュニティカフェワイナの森は、お子さん連れのお母さんや小さなお子様、そしてお年寄りも集うことができる、素敵なコミュニティスペースとなっていますが、そちらからは
お子様も笑顔に食べれることができる優しい味付けのカレー。ナスとピーマン、カラフルなピーマンとコーンが彩りで乗せれるカレーとなっているようです。もう乗り合いになったかな、最初はルーだけのサービスになっていたようですけどもね。はい、カラフルなトッピングも乗る、そんなコミュニティカフェワイナの森のこちらのカレーも楽しみください。さあ、ラジオマイちゃんがマイクを下に下ろしたということは、あまり喋る気がないということかもしれないですね。わかっていますよ、わかっております。さあ、インド亭さんも今回は出店しています。インド亭さんも本格的なカレーを提供している中、本日はたくさんの方に楽しんでいただけるように、お子さんでも食べられるマイルドなキーマカレーをお届けしています。あー、美味しそう。キーマカレー知ってるで、さっきケイちゃんに教えてもらって、ちゃんと覚えてる。なんて言ってた。なんか肉が入ってる。大体のカレーは肉が入ってる。なんかこのひき肉や、ひき肉や。オッケー、ミンチ、ミンチ入ってるやつ。はい、チキンとかね、いろいろ入っているカレーがありますけれども、牛すじとか、キーマカレーはひき肉のカレーですね。どこをすくってもお肉が味わえる、そんなお得なカレーとなっていますよ。お子さんでも楽しめるマイルドなキーマカレーはインド亭さんです。さあ、そして続いてカトマンドゥリープジャロッコーさん、はい、こちらのお店もね今人気出ていますけれども、季節の野菜入りのドライカレー、あー美味しいと思うね。え、あのプレートの真ん中にドサッとご飯が盛られていますけれども、ドライカレーはね、あのご飯と一緒に食べるのも美味しいですけど、それだけでも結構食べ応えがあるので。ドライカレーって混ざってるんじゃなかったっけ。ドライカレーはね、それは多分ね、君ら言ってるのはね、カレーピラフですね。あの喫茶店に出てくるカレーピラフだと思いますけどもね。ドライカレーはサラッとしたカレーっていうよりも、もっとあの固形感のあるカレー、じゃあうちのお母さんの言うと思いました。はい、そんなドライカレーね、4種類選べる中で1つの彩りとして楽しむのにも良いかもしれません。さあ、そして続きまして、ね、辛口料理スズメバチ、何やらいかつい名前ですけども、あの辺で見た。そうですね、あちらのちょうど真ん中あたりに並んでいるお店です。素材にこだわりまして、国産牛、国産の玉ねぎを使用し、スパイスや生薬はインドから直接仕入れをしています。伝統の刺激的な辛さの中の甘みや酸味、コクを楽しめます。お店の名前が辛口料理スズメバチということで、めっちゃ辛いんちゃうかなと思われてる方も多いと思うんですが、本日は激辛も甘口も用意してくれているそうです。ただね、もうスタートしてだいぶ経っているので、もしかしたらどちらかしかないよみたいなこともあるかもしれないので、そのあたりはお店の方に聞いてみてください。さあ、そして新永田からもう一店舗はダウラギリさん。ダウラギリさん、はい、JR の駅からずっと南に降りていた道路沿いにあるインドネパール料理のお店になります。ダウラギリさんはインドのスパイスを効かせた本格的なカレーを日本人の口に合わせて作ってくれています。本格的やけど食べやすい、これが一番好きというね、いいところを調整して作ってくれています。お店では辛さが0から5まで様々選べるんですが、今日はどんな方でも楽しめるようにノーマルな辛さで持ってきてくれてます。けいちゃんね、ダウラギリさんたまに行ったことあるっていうか行くんですけど、そんなんや、辛さは3から4ぐらい。え、けいちゃん辛いの好きな、いかにも甘いの好きな顔してるやん。甘いの好きな顔って何？ダラーっとした感じ。あ、でもたまに差し入れとかでさ、はい、グミとかあげてもいいなとか言われるもんな。けいちゃんね、ごめんなさい、ダラーっとした顔してるんですけどね、甘いものはちょっと苦手なんですよね。自分さ、甘いのくれるときにさ、あ、ごめん、甘いのあんまり苦手、うわ、女子として終わってんなとか言いますよね。言ったことあるやんな、誕生日ケーキ食べられへんのちゃん、うわ、最低やなみたいな言いますよね。いいんですよ、コーヒーはお砂糖ミルク入れなくても美味しいという味、奥深さがあるんです。私はブラックコーヒーが好きです。カレーの話に戻りましょう。続きまして、インダスレイさん。
さん、あと2店舗ねご紹介しましょう、うん、こちらはインド料理のお店ね、最近街中でよく見かけると思うんですが、割と北インドの方のお料理が多いそうですが、インダスレイさんは南インドのお料理を出されています。インドといってもね、土地によってさまざまお料理の味が違うようで、南インドの有名なカレーシチュー、ダルチャーを持ってきてくれてました。ねえ、聞くだけで美味しそうですね。こちらは鶏肉とひよこ豆、季節野菜とさまざまなスパイスが入っています。カレーシチューというぐらいなのでね、本当にそれだけスプーンに作ってまずは食べてみると、美味しいかもしれないですよね。インダスレイさん、南インドの有名なカレーシチュー、ダルチャーもお楽しみください。さあ、ご紹介がとうとう最後1店舗になりました。お店の名前は、元町通り三丁目。あ、元町通りさん売り切れですか？はい、すごい。では元町通りさんはお店のご紹介させていただきましょうね。はい、ね、元町通り三丁目、神戸キーマカレー専門店さん。売り切れやって。売り切れやって。はい、こちらのお店はね、バスッとキーマカレー一品で勝負しているお店です。あのお店行ってどのカレーにするとか、甘口辛口中辛みたいな、うんうん、なんかひき肉チキンとか牛すじとか玉ねぎなしあるかなとかこう選ぶじゃないですか。ないな、大体たいお店入ってるけどね。こちらのお店はもうキーマカレー一品で勝負していまして、本日はそちらのお店と同じルーを持ってきてくださっていましたが、売り切れてしまいました。牛すじとカレースパイスと、神戸の長田にも近い淡路島、淡路産の玉ねぎが混ざってコクのあるスパイシーなルーに仕上げているキーマカレーです。お店の名前の通り、元町通り3丁目で、ぜひ神戸キーマカレー専門店探していただきまして、売り切れ取ったから店まで来たでーと声をかけてあげてください。さあ、このようにですね、売り切れの店舗も出てきているようです。4種類選ぶのにね、迷ってしまうので、大体どちらの店がどんなカレーかなーってご紹介できたらいいなと思ったんですけども、あまりにダラダラ喋っていたので、どの店がどんなカレーかみんな覚えていないと思うんですけども、香りに誘われてお店の方まで足を運んでいただきますと、お店の方がですね、うちこんなカレーですよなんて教えてくださいますので、あなた好みのカレーを4つ選んでカレーの食べ比べお楽しみください。はい、会場では4種類のカレーを楽しんでいただけますが、鉄人広場に集っておりますカレーのお店、ぜひともこれを機会に、まだまだたくさんのメニューを、お店では用意していると思います。もちろんキーマカレー一品でやっているお店もありますけれども、お店の方にも今後足を運んでいただければと思っております。さあ、ラジモエちゃん、さあはあはあ言ってきてますけれども、ポップカルチャーフェスティバル3度2日目ですけど、感想聞こうとしたけどもう言いましたね、暑い暑いで、食べたい食べたいですね。食べたい人いますか？いいなもう大体みんな食べたからね、ゆったりと座って、はい、お腹ごなしに2人のグダグダトークを楽しんでいる。お腹なるかもしれん、そうかそうか、なるかもしれんまでマイクで言ってからお腹にマイクを持っていくと正解なんですけど、お腹一国道みたいになってましたけど、何も遅れて聞こえませんからね、はい、説明が増えるだけでございます。ごめんごめん。さあ、進行しております私、はい、ケイちゃんとラジモエさん、ラジモエさん、自分ですけどもね、うん、ラジモエちゃん、普段はラジオ関西さんの日曜日の深夜の番組をお届けしております。時間は何時ですか？23時30分から、はい、0時そうですね、はい、夜の11時半から12時、日曜日の終わりから月曜日がスタートするまでの時間の30分間ラジオ関西からお届けしています。番組名は何だっけ、いまいちもいないラジオ不安で押し潰されそうですラジオ、せやな、暑いねんな、ちょっと頭回らへんねんな。そうなんだよ、番組の時はキレッキレですからね、はい、いまいち燃えないラジオという番組でお届けしています。日曜日の夜思わず寝ちゃって聞けなかったよという方は、うん、ラジオ関西さんのホームページから、ラジコで聞くこともできますので、ゆっくりと何度でもお楽しみいただくこともできます。あれ、そういえば
今日は何曜日ですか？日曜日それは言えたよそうか、そうですね、今日はポップカルチャーフェスティバルサード夕方まで皆さんと共に楽しい時間を過ごしまして、夜の11時30分からは私たちのラジオ、ラジオ関西いまいち燃えないラジオで皆様のお耳にかかれればと思っております。この後も様々な会場にまた登場するかもしれません。水色の T シャツを着てグダグダと滑っている人を見たら、ぜひとも応援してやってください。鉄人広場、素敵なヒーローの紹介と美味しいカレーサミットのカレーを紹介させていただきました。どうしました？どうした？君ステージでだいぶ自由ですよね今締めコメント言ってたんですけども。そうなんですよ、何でしたっけ美味しいカレーの情報発信しました。はい、もうきっと喋らないです。喋らない、どうぞどうぞ、珍しいことなんで。そんなやらないでよ甘えるのだけはピカイチなんですよね。ケイちゃんもうすぐ誕生日なんですよおめでとうケイちゃんね、少し2倍ぐらいになるよねあ都市1個増えたからって2倍になるか急にはい、9月30日にラジマエちゃんの2倍の年になる私ケイちゃんと、ラジマエちゃんがですねポップカルチャーフェスティバルサード、この後も夕方まで様々な形で盛り上げていきたいと思います。締めコメント言うからちょっと、ラジマエをお届けしましたまで我慢してね、なんか気になってもあーって言わんといてね OK はい晴天に恵まれた鉄人広場から素敵なヒーローの紹介とカレーサミットでにぎわう店舗の紹介をさせていただきました。お届けしましたのはラジオ関西日曜日23時30分からいまいち燃えないラジオ、パーソナリティのけいちゃんとラジマエでした。他の会場でまたお会いしましょう。バイバーイ、 バイバーイこれ持って